マツダ R360 クーペは、マツダが製造していた軽自動車。1960年に発売。この車で、マツダは四輪乗用車市場に参入した。戦後の日本車として、初めてクーペを名乗った車である。1960年生産、販売開始。価格は30万円で、当時のスバル360より安く設定された。 開発リーダーは、後にロータリーエンジンの実用化に成功し、ミスターロータリーとして知られた技術者の山本、健一である。ドアは2つで、名目上は4人乗りだが、軽、ボンバンと同様に後部は、非常に、狭く、子供向けだった。このパッケージングは、このクラスであれば1人か2人での乗車が多く、本格的な4座にかかわらず軽量化を、 優先するために2倍にと割り切ったものである。これに限らず軽量化対策は徹底され、アルミニウム合金、マグネシウム合金、プラスチックなどの軽量な素材を多く用いている。モノコックボディの造形は、すでに、松田王と三輪のデザインを手掛けた実績のある、工業デザイナーの小杉次郎と、東洋工業社内デザイナーの手による。尖ったノーズとへこんだヘッドライト周りの処理は、 小杉が1950年代初頭以来手がけてきた既存の松田製オートミは各モデルからのモチーフを踏襲したもので機能を損なわずスマートにまとめられスバル360同様にミニカーのデザインとして完成度の高いものであった全体にグラスエリアの広いことは特筆されるが引き違い式のサイドウィンドウトリアウィンドウには軽量化のためガラスの代わりにアクリルを用いている ヘッドライト周囲の凹み付けは、小杉が自動車デザインに限らず、自らの工業デザイン全般において機能上自然なオーブンが求められる際に好んで用いた、定型的モチーフの一種で、彼自身はこれを嬉しい形と称していた。エンジンは、同社のオート3輪、K360 と同様の、排気量 356cc、16馬力の強制空冷。 V 型に気筒4ストロークオフエンジンであるが、中鉄メインの K360 とは異なり、基本はアルミ合金製であった。しかも、導弁機構や補給類にはマグネシウム合金までも多用した軽量設計で、許容回転数は最大 5000rpm を超える、当時としては異例の高回転エンジンであった。その後しばらくの間松田はアルミエンジンを 白いエンジンと呼び、セールスポイントの一つとするようになった。このエンジンを車体後部に縦置きし、後輪を駆動するリアエンジン方式を用いる。また、この車には、4足、マニュアルトランスミッションのほか、軽自動車で初となるトルクコンバーターを用いたオートマチックトランスミッション装備車が設定された。トルクコンバーターは、岡村製作所制で、同社の三笠、 ミカサツーリングに次ぐ採用である。この採用によって、貸しなどに障害を持つ身体障害者でも運転を容易にした。軽自動車での一早い採用は、日本の自動車業界でも、画期的と言える。サスペンションは四輪ともにトレーリングアームの独立喧嘩で、ピボット部に内装されたゴムの男性を利用する、ナイトハルト式、トーションラバースプリングを用い、 軽量化を図りつつもソフトな乗り心地を得ている。リアエンジン車の標準となっていたスイングアクスルではなく後輪にもトレーリングアームを使っていることで対地キャンバー変化やジャッキアップ現象が抑えられている。またラバースプリングを圧縮、引っ張り方向で使う BMC ミニに比べゆったりとした振幅となっている。破格の廉価から発売当初は非常に高い人気を得たが、 完全な四座であるスバル360の対抗馬としては実質二人乗りの R360 クーペは不利であった。故に1962年に発表された四ドア四座、軽乗用車であるキャロルに駆使力の座を譲ってからは存在が薄くなったものの1966年まで生産が続けられ AT 車のみ。 身体障害者のドライバー向け2969年まで受注生産された。発売初年度の販売台数は23,417台、総生産台数は65,737台であった。2020年、マツダが東洋コルク工業からの創立100周年を迎えるのに合わせ、日本国内で販売される主要モデルマズダ6。 CX-3 CX-30 CX-5 CX-8 MX-30 ロードスター、ロードスター RF に100周年特別記念車を設定した。これらのモデルはすべて R360 クーペをマージュしたコーディネートが施されている。ありがとうございます。